ークだし、ハロウィンを広めてエミリアタンの可愛いいたずらが見たい。うん、今日はお菓子をくれないといたずらしちゃうんだからっていうのよね。なんだか楽しいかも。村の子供たちがいつ来てもいいようにお菓子をたくさん作っておきますね。太陽、赤い、死。いたずらかお菓子か、いかにもバルスの好きそうな行事ね。たくさんお菓子を作るレムの姿が目に浮かぶわ。チョコ選びなさい。お菓子かいたずらか。言っておくけれど、その選択が命を分けるわよ。なろ、姉様のいたずらのトーンがガチだったから、用意してた菓子を全部差し出しちまった。ハロウィーンなんて祭り聞いたことないのよ。また妙竹林なこと言い出すやつがいたもんかしら。今日は呼ばれても返事しないのよ。このお菓子は兄ちゃんのための用意かしら。僕、素直にお菓子をくれないとちょっとびっくりするようないたずらをしちゃうよ。フォローの紛争だなんて、お面白い行事ですわね。別に怖がってなんて言いませんわよ。仮装して歩くて、ロズワールの野郎が好きそうな祭りじゃねえか。俺様はごめんだぜ。フォローを倒すのではなく、お菓子で撃退とは愉快な行事だ。何事も平和が一番。争わなくていい時ならね。祭りの趣旨もなかなか興味深いけれど、みんなで仮装とは楽しいものだね。ハロウィーンとやらの衣装は私の普段の姿にぴったりだね。私もついにハロウィーンでお菓子をあげる立場になったのかな。また大人に近づいちゃった。村のお家全部からお菓子もらう自信あるよ。一緒に行く？お菓子を渡せば退散してくれるなら僕の出る幕はないね。よかった。お菓子で退散してくれるなら、それは随分と可愛らしいフォローでしょうか。お菓子の持ち合わせがないからっていたずらされることを許しちゃうクルシュ様の寛大さにフェリちゃんクラクラ。先ほどフェリスにお菓子をくれないといたずらすると言われたのだが、何の催しだ。持ち合わせがなかったのでおとなしくいたずらされてきたのだが、なお出席者が仮装をしての宴か。それに乗じて横島な望みを抱いた者が紛れ込んでいるかもしれぬ。警戒を怠るな。なんだこの大量の菓子は。Kの言うハロウィーンで兵士たちの士気が上がるならば、取り行うのも悪くはない。そして今日はお菓子を食べてる人がたくさんいるけど、食べ過ぎは要注意。ユリウスも甘いもの好きだから言っておかないとね。うちのハロウィーンか。フォローや精霊の祭りと聞くと、精霊術師の一人としては欠かせない行事だ。よし、仮装しよう。カララギアと味も多いし、ちょっと見てくれ飾ってもそうそう目立たんやろね。お菓子ももらえていたずらもできる、すごい。ヨシアの部屋行こう。家々を回るとお菓子がもらえる日ですよね。お姉ちゃんが朝から張り切ってます。お菓子をくれた人にもいたずらしてるですけど、姉ちゃんのやり方で合ってますですか、この行事。みん、怪しい連中を追っ払うんやなく、菓子でもてなす日やと。わいは菓子より酒の方が嬉しいんやけどな。姿を仮装するなら、思い出の白いドレスをもう一度ビルヘルムに見てもらいたいかな。お菓子を求めてさまようフォローだなんて、なんだかかわいそうな気がしない。お菓子くらいならたくさんあげるのに。本当に国中が化け物だらけになるなら、俺も剣のふるいがいがあったろうにな。ボングどもが妙な格好をして騒ぐのか、面白い。みんな道家となってわらわを楽しませるがよい。わらわは寛大である。ゆえに、じゃ菓子をよこすか、それとも首を差し出すか、選ばせてやってもよいぞ。ハロウィーンね、ま、大丈夫だろ。
姫さん意外にこの手のイベント好きそうだしな。パッシュを出せ、さもなきゃいたずらするぞってなかなかの脅し文句だよな。もし仮装と言われてもこの図体で何かに化けるのは容易でないぞ。お菓子をくれなきゃいたずらだなんて、あの子が喜びそうな催しね。ハロウィーンの魔女と黒猫、おぞましい落ちたる魔女の仮装。はて仮装とは何なのですかね。今こういう時に限ってお菓子の在庫がないんですよね。うちの店にかぼちはねえっつってんだろが。今日はいたずらしてもいいの。余計な真似かしかいたずらかなんて優しい悪党がいたもんだな。俺たちなら金か痛めつけられるかどっちがいいってなもんだ。菓子で引き下がるはず。おいらたちはガキじゃねえよ。俺らがやるなら仮装ってより変装だな。見つかるとヤバい相手とかいるからね。